しいわけど、視点が後ろ危ないから見えない。後ろ見えなくて、相手がこう飛んだ時にかかとが危なかったりするの。ね。ふざけてるつもりで怪我をするの自分だから。先生全く痛くないから。よく考えたこと、今のことはそういう全然足りないから危ないよって言うと技を引くんだ。で、足とか手が当たって泣くんだ。それは先生からしたら、それは大幅なことしか言いようがないんだ。そこにいると危ないからねって言ってるわけ。こっちはこっちで自分のやってることをやってるのに、ね、もっと分かりやすく言うと、あと素振りの練習をこうやってる人のとこ行ってさ、自分はこそうって動かしてやるとしてるけど、振ってる方の人は気がついてないの。何が起こるか分かるの。バッとぶつけられるんだ。もしかしたら動かそうと思ってした人が近づいた瞬間に思い切り振ろうと思ってるかもしれないね。バーンってやられて、バーンと顔を殴られて、ね、もうそれでもさ、どっちが悪いってなんだけど、世間は殴った方が悪いんだ。そうそう。でもそんなんやってる時に近づくのもなし。だから先生今交通指導員ってやってるけど、まあ、この前でもいないけど、それの説明の時も、危ないって言ってる場所にわざわざ近づいて引かれるようなことはしないでくださいね、説明してね。40年の先生柔道をやってて、ね、そこそこ強い方だけど車に電話を打ったことはないです。あんなのに見つかられたら僕らも負けちゃうから子供たち受けてたからね。そういうのを守らないと痛いのに絶対自分だからね。それで何も悪いことしてないなと思った人が最後加害者になった。バットで叩いた。いや、そんなバット振ってるとこ近づけば当たる時だってあるんだから今のうちに覚えてね。今面白がってその危ないとこ近づいてね、分かってるからよけてくる。それを守らないと、最後に全然自分だから。バックに勝てる。先生の足に勝てる。そういうことだ。まあ、自分の弱さを知らないと、叩かれても平気なんだ。実際もちょっと子供叩いてみますよ。めっちゃ今だから。高さがある。そうすると、ね、襲われた時に、あんなのこう受けてこうだってなんか思うじゃん。絶対手加減してない叩かれる子供なんかは抜けるに限る。子供に叩かれてめっちゃ痛かった。すいません、思い出しいことになってもちろん痛めつけると思ってやる。そういう殺意が加わったのを思い切れてると小学生ぐらいがいいかなって。ものすごいダメージというか、実際やったことあるから、ちょっとやってみます。本当にニヤニヤとしてやられたから。本気でやるじゃねえよって言ったけど、ね、だから後ろの方が絶対ダメで、人抜けいけない。ね、だからニッキーマウスだって、ね、ニッキーマウスとこの辺にいて、ニッキー触られたら、お前、踏み潰された気がする。ね、お前もちょっとただふざけてるつもりだけど、ミッキーマウスの人後ろに目がないから見えないで、ね、つまずいて足でも振り返れば、大人のミッキーマウスの重さが自分に向かってくるから、ね、だから後ろとか本当に気をつけないから、その後ろさっきからずっと先生はそこで見てるから分かるから、まあ、どこに行ってもお前たちがサボるのが分かるから全面ガラスになって全然見てねえな。全部するなんで分かるの。